もう朝だし、俺悪霊に疲れまくってっから、悪夢と金縛りで寝れねえし。起きたか？昨日泣きまくったから目腫れてんな。うん、ありがとう。ちょ、やめろって。センター分けや、前髪下ろすの。いや、余計紐手陰キャ全開になっちまうから。陰キャの方が好き。じゃあ、マキがお仕事頑張ったら、ご褒美で前髪下ろしてくれる？昨日あんだけ泣いてたのに、頑張って気丈に振る舞ってんのか。目に入るとうぜえの。ほら、準備していくぞ。俺たちはまだ知らなかった。シャドウに襲われて墓のお母さんが亡くなったことも、夕方から雪降るし5時にはコウ君も墓も来んだろ。それまでには戻らねえとな。え、コウ君と墓ちゃんもマキの誕生日お祝いしてくれるの？当たり前だろ。墓が病院で泣いてることも。やったー、あ、バクラブのログボログボ欠かせない朝活なのです。たく、終わったら準備しろよ。うん、コンタクトで行く。見て見て、お兄ちゃん、バクラブグッズいっぱいある。おお、ラバストとかもあんじゃん。うん、ソウジ君の買ってもいい？はいはい、プレゼントしますよ。やったねえねえお兄ちゃん、このソウジ君どこにつけたらいいと思う？おお、バッグとか。うん、てか無理して元気なふりしなくていいぞ。ふりじゃないよ。慣れろって言われてるの。殲滅部隊のメンバーはね、いつも死と隣り合わせだから。昨日笑って話してた人が突然いなくなるの。そういうのもう何回も経験してるから。だから朝起きたらリセットするって決めたんだ。そっか、マキはそんなに強くね。小さい頃から泣き虫で人見知りで、なのにこんなに無理して。マキが死んだらお兄ちゃん泣いてくれる？縁起でもねえこと言うな。てか兄弟でお前が一番才能あんだろ。じゃあ約束、マキ絶対死なないから、だから前髪下ろそうね。いいでしょお兄ちゃん。いや今前髪関係ねえからお兄ちゃん大好き。高梨さんから電話だ。ごめんお兄ちゃん、ちょっと出るね。はい、黒髪です。マキちゃん、政治家を殺したもう一体のシャドウを発見した。人間が襲われてる。複数で群れてて、僕一人じゃ危なくて。和光樹林公園なんだけど、今から来れないかな？え、和光樹林公園ですか？でも今お兄ちゃんと。うん、こいつらが比嘉先輩を殺した可能性もある。ここで逃がすわけにはいかないから。パートナーからの緊急招集に応えるのは絶対事項の一つ。わかりました、すぐに向かいます。ごめんお兄ちゃん、高梨さんに呼ばれちゃった。断れねえの？え、あ、うん、ごめんね。せっかくマキのために予定空けてくれたのに。そうじゃなくて、夕方になったら雪降るんだぞ。そんな寒さじゃマキ呪いで動けなくなんだろ。大丈夫、絶対それまでには終わらせるから。危なくなったら逃げろ、約束な。うん、約束。じゃあ行ってくるねお兄ちゃん。誕生日会の準備して待ってるぞ。俺のスマホも鳴ってるし。姉貴、買い出しか何かか？ユーマ大変なの、赤ちゃんが、赤ちゃんが。え？何か言ってよ。ああ、博士、夜には来れるって言ってた。うん。傷、痛むか？平気、ママが守ってくれたから。そっか。私さえいなきゃ逃げれたのに。私さえいなきゃママ、戦えたのに。泣いてただけで何もできなかったの。冷たくなっていくママに、ありがとうも言えなかった。私さえいなきゃ。俺が合わせてやる。うん、おばさんの霊体、もう肉体から離れちまってたけど、いつか絶対見つけ出してもう一回合わせてやる。本当？ああ、だからありがとうは、もう少し胸の中にしまっとけ。うん、つうか大切な人がいなくなるってこんな気持ちになんだな。ユンマ、こんなに辛くて苦しいんだな。こんなの墓が耐えられるわけねえよな。ボケナス、なんであんたが泣いてんのよ。ユーマくん、今日から墓のことよろしくね。ユーマくん、離れろ俺から。悪霊の呪いが。呪いに体が耐えられてない。胃液も出し尽くして血を吐くなんて間違いない。やっぱりこの呪いは。何や、汚いから離れ。汚くなんかないわ、治るまでこうしてよ。俺に近づいたらおばさんにも悪霊が。全部おばさんに憑依させていいのよ。俺の呪いを軽くするために。ユーマくんは墓の命の恩人。恩人を苦しめる奴はおばさん許さないんだから。別に俺は何も。墓の呪いはね、定期的に霊を憑依させないとどんどん体調が崩れていくの。だから生まれつき病気ばっかりで、入院してた日の方が多いくらい。もうダメかもって思ってた。毎晩泣いてたの、娘を救えないかもって。でも
病院にユーマくんが来てくれたあの瞬間、神様っているんだって思ったわ。俺についてる悪霊、憑依させただけだし。墓にとってはそれが命の灯火なのよ。ユーマくんがつなぎ止めてくれたの。だからおばさん、墓とユーマくんのためなら喜んで命を差し出すわ。おばさん、本当に命がけで墓を守ったんすね。耳から離れないの。ママの最後の言葉。墓、よく聞いて。終わりが見えないこの争いを、シャドウ殲滅を成し遂げるのはユーマくんかもしれない。墓、ユーマくんを守ってあげて。泣かないの。辛い死が希望に変わる瞬間だってあるんだから。なんだよそれ、なわけねえだろ。希望なんかどこにもねえし、俺なんか呪われまくってるだけで、無価値で無意味な、ただのガラクタでしかねえ。それでもママはそう言ったの。あと、マキちゃんの誕生日なのにごめん。そんなこと考えなくていいって。マキちゃんといてあげて。それとコウ君に電話できる？ああ。私とママを襲ったシャドウの名前、一体だけだけど聞いたの、伝えてほしい。わかった。高梨、茶色い髪で20代くらいの男。え、高梨。高梨さんに悪気はないから許してあげて。ごめんお兄ちゃん、高梨さんに呼ばれちゃった。マキが危ねえ。おいミレ、危ないから来るなって言っただろ。コウは黙ってろ。ユーマの電話聞いてじっとしてられるわけないでしょ。敵は異能力者なんだ、僕に任せ。走りながら寝るな。いって、違う、これは呪いのせいだって。あんた一人で行かせたらそこら中で寝るでしょ。着くまで何時間かかると思ってんのよ。話聞け、このチビ。やだ、もう君より背高いよ。たく、結婚したら共済確定だし。しない。付き合ってもないのに毎日毎日何言ってんのよあんたは。え、僕絶対ミレイと結婚するけど。ただの幼馴染、ちょっとは学習しろ。私を好きになったら捕まるって何回言ったら。ああ、僕そういうの気にしないから。は？そんなもんが怖くて男やってられないし。もう。え、君、ひったくり犯に顔似てるね。ちょっと署まで同行してもらえるかな。いや、僕じゃないです。しかも今それどころじゃ。ミレ、助けて。呪いおつ。はあ、高梨さん、お待たせしました。ごめんマキちゃん、急に呼び出しちゃって。いえ、それでシャドウはどこにいますか。し、あそこに。人が襲われてる、助けなきゃ。僕は大型の2体をやります。マキちゃんは女のシャドウを任せてもいいですか。わかりました、異能力おぼろ。高梨さん、どうして。やばい、頭がクラクラして。あんたうまくやったじゃない。え、どういうこと。彼はそっちに送り込んだ私たちのスパイよ。スパイ？嘘。危険因子を滅ぼすためのね。あら、私たちと戦うつもり？あんたに背負えるとでも思ってるの？背負う？呆れた、知らないなんて。早い。私たちに敵対した自分を恨みなさい。脳を真っ二つにしてあげるわ。へえ。私の攻撃をかわしただと。びっくりした、信じられないよね。コンビを組んでた僕が君たちの天敵シャドウだったなんてさ。昨日君の家から帰ってたらさ、比嘉先輩にバレちゃって。だから殺しちゃった。だって比嘉先輩君の家に向かってたし、途中で電話までしようとしてたからさ。高梨さんが比嘉先輩を。僕が比嘉に勝てるわけないじゃん、凛音様だよ。だって君にバレたら今日の計画台無しになっちゃうでしょ。ああ、それとは別にもう一体も始末していただいたっけ。娘を守って死んだあの母親か。誰ですか。誰だっけな、サンズ川。え、それって忘れちゃった。赤ちゃんのお母さん。ん、誰それ、知らない。赤ちゃんが泣いてる、苦しんでる。マキが敵取りますね。異能力おぼろび。ガウナブ、この小娘ガウナブを一撃で。私の異能力は寒さ冷たさへの耐性を失う代わりに三種の炎を扱うことができる。もう
許しません。火炎シグレ。一つは火炎マグマの物理炎。カグル、こいつ強い。もう一つは黒炎幻想。なんだ視界が。私がイメージした幻影に溺れる黒炎です。やめろ、私の脳を食らうな。そしておぼろびはこの合図とともに破裂します。はせろ。黒炎に火炎、それになんだそのふざけた技名は。私中二病ですから。幻影以外の炎も隠し持っていたのか。新人に手の内を見せるほどバカじゃありません。なんだと、青い炎。高梨さん、犯した罪を償う時間です。今日も見てくれてありがとう。君も君の守護霊も大好き。げ、姉貴酔っ払ってね。早くこっち向きなさい。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。